皆さんどうもこんにちは。ときチャンネルです。よろしくお願いします。はい。本日紹介させていただくのは、コンビニで限定になっている、ラブライブサンシャインとリアル脱出ゲームが重なったクリアファイルの方を紹介させていきたいと思います。はい。ラブライブサンシャインの方なんですけど、今年の秋かもしくは冬頃にえっと2期のアニメが始まると思うんですけど、そのな その商品で、えっと、少し前か夏頃なんですけどその時にセブンイレブンで今期間限定というかお店でなくなる次第配布されているクリアファイルを今のところ6種類集めたのでそちらを紹介していきたいと思います。 まず学年ごとに紹介させていただきますのでまずは1年生の方紹介させてもらいますはいまず1年生1人目の方なんですけどまず最初はこの子となっておりますじゃじゃん花丸ちゃんですねまあ全部脱出ゲーム用になってるんでまあ衣装は大抵の子はみんな同じなんですけどやっぱりそのキャラに合った色で全て分かれているようになっているのでなかなか集めるには いいいかなと思いますね。次はい1年生2人目はこちらですね黒さルビーちゃんの方ですねルビーちゃんの方はまあなんとなく探偵さんという感じがしてなかなか可愛いようになっておりますねはいまだこの中1年生はこの2人だけなんですけどまあ簡単に説明するとまあ1年生2枚2年生2枚3年生2枚の全部あと1人足りないなって状態のやつなんですけどそこはちょっと。 私もまだ集めてる最中なのでそこだけはご勘弁しますしてくださいはい次2年生なんですけどおい2年生の方はこちらとなってますまず1人目が2年生の子はリコちゃんですねこのリコちゃんが髪の毛を持ってる姿なかなかかわいいですねはい次2年生2人目がまあ次は 定番のヨーソロですね洋ちゃんですねて感じ。ちゃん、リアこれちょっとリアル脱出ゲームのやつなんですけど、見た目的になんかいたずらかもしくは悪役側になりそうな感じの見た目になってるかなと思いますね。はい、次、3年生の方を紹介します。まず一つが、カナンちゃんの方ですね。 カンちゃんは逆に探偵というよりは何て言うんですかね女スパイじゃないですよそっちの方が似合いそうな感じはしますねはい次最後なんですけど最後3年生2枚目がこちらになりますダイヤさんですね私が一番推してるのはこのダイヤさんとあと1年生の方にいるヨハネですね結構種類があるのでまあ人気のキャラクターだけはもしかしたら早めになくなっちゃうかもしんないんで なるべく買いに行ける方は買いに行った方がいいかなと思いますはいこちらの方なんですけどセブンイレブンで対象のお菓子は2個買っていただきますと1枚こちらがもらうことができるようになっているのでもしよろしかったら皆さんも集めてみたらいいかなと思います一部のお店でやってるように全国で多分対応してるかわからないんですではやってると思うんですけど 中には終わっちゃってるお店とかもあったりするので、そこを、そこは皆さんで頑張って探してもらえたらなと思います。はい。本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら、チャンネル登録とグッドボタンの方もお願いいたします。ではまたお願いします。